皆さんこんにちは、ビクトリーラブです。イクメンパパモーリーです。よろしくお願いします。何を笑ってるんですか。最近ちょっとね、太った感じが。そうなんですよ、3キロ太って椅子がちっちゃくなっちゃったんじゃないよ。保育園生の椅子だからちっちゃく感じるでしょ。そうなんですよ、実はですね、はい、いつも子供たちがのびのびと元気に通う豊見城市かかずにあります、はい、つぼみ保育園の教室から出会い、結婚、妊娠、出産、子育てについて一緒に考えるという番組をこれからお送りしていきます。よろしくお願いします。そこで第1回のテーマはこちら、子供が減る？沖縄どうなる？いきなりどういうことですか、子供が減るって。沖縄子供多いし、減るってことはないでしょ。いやいやいや、でもこれね、かなり深刻な問題なのよ、はい、そこでですね、はい、今回はこちらの6名の皆さんにお集まりいただきお話を伺いたいと思います。それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。つぼみ保育園の OB ではないんですね。違う、多分じゃないです。じゃないと思います。はい、わかりました。とその前にですね、はい、ご存知でしたか、子供が減る、いわゆる少子化で、はい、人口が減って起こる様々な問題のことを、こちらご覧ください。はい、今はまだ増えている沖縄県の人口ですが、はい、平成32年、6年後くらいがピークで、それ以降減っていくという予測があるんです、そこで沖縄県では人口の減少を防ぐために出会い、結婚、妊娠、出産、子育ての取り組みをいろいろ行っているんですね。さて、モーリー、はい、このまま人口が減るとどうなると思いますか。そうですね、少子化が続いてしまって、働く人たちがいなくなっちゃう。本当にそれだけですかね。あとはね、子供たちの姿が見えなくなると寂しいですよ。それもあるね。それもあります。でもね、詳しく解説してくださる沖縄国際大学教授富川守武さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、実際富川先生、人口減少するとどういうことになるんですかね。そうですね、先ほど沖縄もあと僕らの予測で7年ぐらいで人口減少すると思ってますけど、今は増えてるからいいんですけど、もしこれ減ってくるととても大きな影響出てきますね、例えば沖縄県内の主要産業、金融とか物流とか電力はそのマーケットがちっちゃくなるととても厳しくなります。ですから沖縄の土台が揺らぐということでとても厳しくなってくると思います、一般的に言えばですね、分かりやすくて人口が減るということは、例えば商売をやっている方が、コンビニでもいいんですが、人口減ると売り上げ落ちますね、ともバイトいらなくなる、で雇用もなくなる、で今度は買う力がなくなる、で人口がないからもうここで仕事がないからよその地域に出ていくと、もうどん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 この地域が衰退していくわけです、ですからこれ厳しい。でそういった経済面だけでなくて税金の面でも市町村の税収が減ってきますから、ケアとか高齢者のケアとかも力が弱くなる。それから、地域においてよく言うんですが、インフラが厳しくなる。例えば、人口減っていきますと公民館も使用する人少なくなるし、それから診療所もお客さんいなくなるし、病院も少なくなると、この縮小の傾向がですね、いろんなところに影響を及ぼしていきます。東京の近くの都心ではですね、コンパクトシティといいまして、もう田舎にあるのも全部吸収して集合体にして大きなビルを作って、小学校、中学校、それからプール、それからショッピングセンター、病院、全部集合した街づくりということも考えられているぐらいで、そうなんですね。ということはもう周辺が全部しぼんでしまうわけですよ。そういうことですよね。だからいろんな意味で公共施設の問題とか、あるいは今問題になっているのは、結構空き家があって住人がいなくなっているわけです、そうすると壊す費用もない。どうするか、犯罪の温床になるところですね。そこまで影響して、本当にこの人口減少というのはありとあらゆる経済、社会、教育、そして行政にも相当大きなインパクトが出てきます。ですからぜひとも人口減少を避けなきゃいけないと、少なくとも現状維持というのが、沖縄の日本だけじゃなくて沖縄にとってもいいことだと思っています。そうなるとこの伝統芸能がなくなってしまったりとか、文化がなくなってしまうというのはすごく寂しいことだなと思います。Aさんもなくなっちゃうかもしれない、地域がもう青年団がいなくなって、Aさんもできなくなるかもしれません。だから手を打つことが大事ですね。ではここから5人のスペシャリストの皆さんにお一人ずつ伺ってみたいと思います。事前に皆さんにはそれぞれの立場から出会い、結婚、妊娠、出産、子育ての問題について事前にフリップに書いていただきました。
それでは初めに出会いと結婚について NPO 法人沖縄県出会いの結婚支援センター婚活モール理事長賀来裕樹さんです。賀来さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。じゃあ、私の方では、こういうのを書かせていただきました、はい、出会い、恋愛、そして結婚、当たり前の時代ではなくなっちゃった、うんうん、だから包括的な抜本的な対策が必要ですと。なかなかいい出会いってさ、はい、運命の出会いってなかなかないなって私ももう常々日頃から感じてるんですよ。ただその出会いを作ればなんとかなるっていうのもなんとかならない時代にはなってきてるんですね、うん、これまでに素敵な出会いたくさんありましたか？そうですね、うん、おかげさまで去年のその半年経ったあたりから、ご成婚の方が増えて、うん、来まして、でもちろんその出会いのサービスを、ね、もっともっとその独身の方々に、することによって、まあ、今の、テーマでありますそういう少子化とか、うん、そういったものにですね、解決する少し私たちも役に、立たせていただきたいと思っております、うん、まだ大丈夫って心のどこかで思ってる私がいるんですよ、はい、私がいるんですよ、はい、やっぱりねまだ、うん今20代、そうですね、まあ、30代にもう少し 手がかかろうかという世代なんですけど、はい、チャンスですよ。そうなんですけど、うんうん、やっぱりなるべく、うん、なんかまだ仕事したいし遊びたいしみたいな気持ちがあるけど、うん、実際のところはやっぱ早いうちに、はい、そうなんですね。だから皆さんはいつかはとは思っていらっしゃるんですね。思ってます。だけどそのいつかっていうのが、つまりその晩婚化、うん、そしてその晩産化、それがその少子化につながっているというのがあるので、そういう世代の人たちにやはり今日そのテーマであるその出産とか女性の方には妊娠ということも非常に大切ですし、結婚してからの子育てサポート、そういう意味で包括的なということで書かせていただいたんですね、うん、ありがとうございました。本当ですね、はい、続きまして、はい、妊娠と出産について空の森クリニック院長佐久本哲郎さんです。佐久本院長よろしくお願いします。よろしくお願いします。年齢と妊娠出産ということですけども、はい、男女がおればいつでも子供ができるかというと実際そうではなくて、まあ、大体皆さん感覚的にはいつなんとなく年取れば妊娠しにくいというのは分かっているだろうと思うんですけども、その辺がまあ最近非常にデータ的によく分かってきまして、で、まあ、一般的に生理学的に見るとですね、まあ、女性も男性もまあやっぱり年齢いくとなかなか妊娠しにくいと。妊娠しやすい時期というのはやっぱり、まあ、20代から35ぐらいまでの間ということになるんですけども、まあ、ただ今の日本の教育の環境から見ればどう考えても大学まで出てということであれば25から35歳かなということになってくる。それからもう一つ出産に関しては10代の方も逆に新生児の死亡というのが多いものですから、まあ、やっぱりある適齢期というのがあるだろうというふうに考えるんですね。ちょっと最近こう晩婚化が進んできて、この例えば私の知り合いの人は40で子供産んだよとかそういう話も結構聞くんですね。だからまだ大丈夫よっていう周りの声がある一方で、やっぱり今の話聞いてると、うん、適齢期というものがあってちゃんと考えないといけないんだなって改めて思いました。40歳でうまくできたとかいうのは、まあ、ある意味じゃ選ばれた人かもしれないんで、全体的に見るとやっぱり低いというデータは理解しておかないと、やっぱりリスクは高いっていうことなんですよね。もう一つ人口減の現状と将来というか、はい、日本の合計特殊出生率、要するにそれは一人の女性が一生涯で産む子どもさんの数ですけども、今 1.4 ぐらいで沖縄県が 1.9 です、うん、で、まあ、一人で産むわけじゃなくてもペアですから、実際には2以上ないと人口は2でちょうど横ばいで 2.1 とか、まあそれぐらいにならないと増えないわけですけども、実際は人口は減ってるんです。ただ増えてるというのは移住者が多いんで、だからどっかの市町村は涙流してるかもしれない。沖縄に増えてるんでね、増える一方減ってるところもあって、今のままでいったら2040年に、今日本が1億4000万でしょうけど1億割ると2100年には5000万割るんですね、はあ、日本全体の人口が、はい、これはかなり深刻な問題ですよね。ものすごい深刻で今がピークで、うん、これからもう今のままだったらどんどん下がっていくというのが、わあ、数字を聞くとそういう数字が今出てますね。ありがとうございました。続いて
地域と子育てについて沖縄県ファミリーサポートセンター連絡協議会会長与座初美さんです。与座さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。多様化する保育ニーズへの対応と書きました。普通に保育園に預けて働くというパターンはあるんですけれども、その保育園の形が一時的な保育だったり、それから休日の保育、それから病児の保育、または乳幼児専門の小さな保育園が近くにあることが必要なのかなというふうに思ってます。はい、それはやっぱり働くお母さんが増えてきていて、そのお母さんたちの働くスタイルも変わってきているから保育ニーズも変わってきているという。保育ニーズの一番大きく見えるところは、はい、例えば夜間保育が少し足りないのかなというふうに思ってます。それともう一つの休日保育なんですけれども、日曜日や祝祭日の日に預かるところがなくて大変困っている、これは沖縄の現実からするとサービス業主体の産業構造があるのに、それに対応するだけの休日保育というのがないというふうに、現在課題としてということを思っています。沖縄といえども弱ってきている、そこでのサポートもニーズがあるんだから大事だということですね。ありがとうございました。続きまして、産休後の職場復帰という視点から仕事と子育てについて浦添総合病院職員サポートセンター長田中恵子さんです。田中さんお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、私は働きやすい職場作りと書かせていただきました。はい、私たちの職場は医療の現場なんですけど、やっぱり20代30代の若い看護師さんが多いんですね。でその方たちというのはやっぱり子育て世代あるいは妊娠出産世代ですので、働きやすい職場作りの一つの育児環境というのが職場の大きな課題だということですね。職場からそういうふうにアプローチしてくれるっていうのは、やっぱり働くママにとってもすごく助かることなのかなっていう感じはするんですけどね。そうですね。一旦職場離れるとその個人のキャリアの形成というところでもこの医療の現場ですごく復帰しづらいというところもあるので、継続しながら両立できるという道をこう模索している職員が多いので、はい、そういう意味ではそのどうこの働く環境を作っていくかというのは大きな課題だと思っています。戻ってくるということはとても勇気のいることだと思いますので、はいはい、その辺もサポートしていると。そうですね。はい、ありがとうございました。お願いします。そして最後はこちらも仕事と子育てという視点から、沖縄県事業所内保育総合推進事業総括コーディネーター松園茜さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄県内の事業所に事業所内保育施設の、設置を推進するというふうに書きました。仕事と子育ての両立が難しい、比較的例えば病院さんであったりとか難しいところは積極的な設置が進んでるんですけれども、もっともっと増やしていくっていうことが必要だと感じています。今現在実際に設置していらっしゃる事業所さんに向けて、認可という形を取っていただくと、これが地域のお子さんを同時に受け入れていただくということになりますので、事業所さんにとっては従業員の方の、満足度も上がると思います。で、働いている従業員の方は安心して子育てをしながら働くということができますし、逆に地域にとっても開かれた保育所となるので、地域の待機児童解消というところにもつながるので、皆さんにとってウィンウィンの関係でいられるような事業所内保育所というのを今後も設置を推進していきたいというふうに考えています。はいはい、もう一人欲しい、でもなかなかっていうところもあると思いますんでね。職場の、ね、近くにお子さんがね、のびのびと成長している風景とか見るとね、やっぱ働いててもやる気が違いますもんね。安心できますしね、全然違うと思います。はい、はい、ということで松園さんありがとうございました。ありがとうございました。それぞれの段階でいろんな問題がありますが、富川先生、これからの沖縄は一体どうなっていくんでしょうか。地域が発展するための一番大きな土台は人口なんですよ。それぐらい人口というのは大事です。ですから、今県いろんな政策を取ってますけど、これから沖縄の発展を考えたときに、一番重要な政策の一つではないかなと思ってます。さあ、ということで富川先生、そして賀来さん、佐久本先生、与座さん、田中さん、松園さん、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、次回は出会いと結婚について
結婚しない、うん、できない、そのうちできるです。これ打ち当たりしてる人多いんじゃないでしょうかね。多いかもしれない、ね、私もそうかも、うん、ということで次回もお楽しみに。家族を作ろう、せーの、カフーカフー、またねー。